こんにちは。今日もありがとうございます。あさみほほこさんの宇宙からのサインの後編を始めたいと思います。後編の始めは、これからの時代に起こることを考えてみたいと思います。以前は少数だから受け入れられない、変わっている人たちだけのもの、 とされていた価値観が今では新しいスタイルとして取り上げられるようになってきました一つの物事を違う方向から眺めたりこれは自分にとって本当に大切なのという心の感覚で考えると全く新しい方法や考え方がたくさん出てくるようになります 例えば、オタクと言われていた人たち。以前なら、変人とか、コミュ障、暗くて近寄りがたい、そんなイメージを持たれていましたが、少し見方を変えると、一つのことに没頭できる素晴らしい研究者とも言えます。これは、本人の自由であり、個性なのです。 正しいとか、間違っているとかではないのです。これからの時代は、あらゆることに対して枠を外し、その人の個性を尊重する時代になっていきます。教育について言えば、これまで不登校は、親がとても心配するものでした。なぜなら、それが、 人生の失敗につながると思い込んでいるからです。しかし、ユニークな考え方を持っている天才肌だという考えが世の中に広まったら、不登校の状態でも平気になるものです。また、これまでの教育では、自分の好きなことは単なる趣味のお稽古であり、勉強することの方が大事だとされ、 脇に追いやられていました。そして、他の人と足並みを揃えることが良しとされていました。だから、高校や大学を選ぶとき、社会人になるときに自分の好きなことは何なのか、自分は何をしたいのかがわからないんです。もし子供の頃から自分の好きなことを見つけていたら、 選択の幅はもっと広がるでしょう。そのためには、親や学校がこれまでの価値観を押し付けないこと、これをするのが正しいと決めつけないことです。あさみさんは、学校は人の好みはそれぞれだからあなたの好きなことに堂々と進んでいいよ、と枠を外してくれる場所であり、 世の中にあるさまざまな選択肢を見せてくれる場所であってほしい。そして、それぞれの子供に合ったオリジナルの教育方法を提案してくれる場所であれば理想的だと言っています。また、今までの教育は、すべての科目で成績が良いことが求められていました。社会においては、 マルチ戦士が重宝されていました。しかし、その人たち全員が幸せになったわけではありません。その人たちのおかげで、物に溢れた豊かな日本になったんでしょうが、心の幸せ度の低い日本人が増えました。これからの時代は、小さな頃から、 自分の専門性を磨く教育システムに変わっていくでしょう。弱点を無理に克服する必要などないんです。得意な分野で役割分担をしていけばいいことです。また、これからの時代は嘘がつけなくなる時代となるでしょう。消費者はより透明性のある商品を選ぶようになっていきます。 例えば、産地、生産者、添加物などを意識して商品を選ぶ人が増えています。また、消費者と生産者が直につながる購入方法だったり、その人だけのオリジナルの製品を購入したりすることも多くなっています。それは、一人一人の個性や好みが確立してきたこと、 自分の居心地の良さを自分の責任で守れるようになってきたことだと思います。仕事のスタイルも会社形式ではなくて目的の同じ人同士が集まって作業するそんな形が成り立つようになってきました。そしてこれは時と場合によってメンバーが入れ替わるのです。これからの時代は 我慢をしたり、嫌いなことを必死に頑張ったりする。そういう種類の努力はあまり必要なくなってくるでしょう。本来の仕事というものは、本当に好きなことを社会に出ても続けていける最高の作業。言い換えれば自己実現の方法と言えるでしょう。好きなことに向かっているときは、 誰でも自然と努力をしているし、時間を忘れて没頭できます。とにかくやっていて楽しいこと、それを考えるとワクワクすること、それがあなたの使命であり、役割なのです。そういう仕事ができると楽しそうですね。さて、最後に、サインに気づくようになると、一つの物事を 違う角度から眺められるようになり、それが精神的な進化をもたらすということもお知らせしておきましょう。違う角度から眺めるということは、枠を外して物事を見られるようになるということです。そうすることで精神レベルが上がり、幸せを感じやすくなるのです。例えば、 同じトラブルが起こっても、精神レベルが低いうちは、環境や周りの人のせいにしたり、運が悪いと決めつけて落ち込んだりするでしょう。しかし、精神レベルが高まるにつれて、それが起きた本質的な意味を考えたり、すぐに善悪の判断をつけずに受け入れたり、 その物事の良い面を見ることができたりするようになります。もし数年のスパンで同じようなことが起こり、前回と同じような結果になっていく、それが続くなら、それは自分自身が同じようなレベルをぐるぐる回っているということです。宇宙からのメッセージは常に来ているのです。そのメッセージは、 今すぐにでも日常生活に活かすことができます。しかし、精神レベルに応じて受け取れるメッセージの質は違います。精神レベルを少しでも高くして受け入れるメッセージの質を上げていきたいものですね。ありがとうございました。もしよかったら、 チャンネル登録してくださいね。